はい、皆さんこんにちは。店長磯野です。今日はですね、超速報ということで、今日水曜日ですね、高級なので自宅からですね、お伝えしていきたいと思います。やっぱり一番ですね、私店長磯野のウェブ家作りコンサルティングは情報の速さを皆さんにですね、売りにしていますので、ぜひですね、お伝えしたいと思いまして、自宅から今日はちょっとですね、私服で、お伝えしていきたいと思います。で、こちらニュース速報としましては、昨日ですね、経済対策の閣議決定がされたというニュースになります。これ以前からお伝えしている新しい住宅ポイントとかですね、住宅の控除、これらがついに盛り込まれました。それの閣議決定なので決定事項になります。よかったです。それを今日ですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。で、まずですね、昨日令和2年12月8日に政府はですね、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策というものを閣議決定しました。非常に長い内容で、私も全資料を読みました。まず1つの資料ですね、全51ページでした。これも全部読みました。それ以外にもプラスいろんな資料があるので、それも全部確認した上で皆さんにお伝えしていきたいと思います。で、今回の経済対策としては4つの柱、4つのカテゴリーに分かれていまして、財政支出、国としての財政支出は合計で40兆円、そして事業規模としては73.6兆円ということで、非常に大きな規模のやはり今回のコロナを受けた経済対策になっています。で、この中で住宅に関連するのがですね、カテゴリー2のポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現という中に含まれてきます。こちらについて詳しく解説しますので、最後までご覧いただければと思います。はい、で、まずはですね、やはりグリーン社会の実現です。グリーン社会の実現、いわゆる脱炭素社会です。で、こちらですね、まず日本全体の、いわゆる温室効果ガスという中でいくと、CO2 が約85%になってますので、この脱炭素社会に向けてこの CO2 を削減していくっていう必要があります。ですので、この CO2 削減に対して住宅というのは非常に大事なポジションになりますので、まずはですね、この最大100万円と言われているグリーン住宅ポイントという名前になったようです。はい、これまた後ほど詳しくお話します。それから既存住宅の断熱リフォーム、ゼッチ化支援ということで、今の建っている建物ですね、以前からお話している通り、省エネ住宅になっていなかったり、省エネ住宅であっても非常に低いレベルになってますので、それらをゼッチ化させていくという支援策も盛り込まれました。それから、おっと私思ったのはですね、こちらなんですが、高機能の換気設備等の導入支援を含む建築物の脱炭素化、レジリエンス強化促進事業というふうになっています。換気扇です。換気扇。高機能換気設備っていうところで何を指しているかというと、これも備考欄に載ってましたが、通常一般的に今、建築基準法で認められているのは、第1種換気、2種換気、3種換気っていう、大きく分けると3種に分かれています。で、この中で、一種換気っていうのは、まずは外から入ってくる空気を機械で入れて、そして外に出すときも機械で出すっていうのが一種換気になってます。で、それに対して多いのは三種換気、これは自然に空気を入れて外に出すときは機械で出すっていう仕組みになるんですが、ここで言ってるですね、高機能換気設備は熱交換というキーワードが入ってました。熱交換、これは何を指してるかっていうと、一種換気になります。一種換気、一種換気は先ほどの通り機械で空気を入れて外に出すときを機械で出すっていう形になるんですが、この外からので空気を入れるときに熱交換って何するかっていうと、これからの寒い時期は特に冷たい空気をそのまま入れてしまうと家の中の温度が下がってしまいます。ですので、それを家の中にもともとある空気をですね、暖かい空気と機械の中で混ぜ合わせて常温にした状態で中に入れるっていうようなシステムです。それから外に出すときにも、せっかく温めた空気が逃げないようにするっていうきちんとした機能、これが24時間の熱交換換気システムになってます。これを導入を支援するということで、ここまで細かく載ってるのちょっと私びっくりしました。なので、これもぜひですね、取り入れていただきたいなと思います。はい、で、その次はですね、このもう一つは家計の暮らしと民需の下支えというような項目、カテゴリーになってます。で、こちらはやっぱり個人消費について、低迷する住宅投資に対して、税制やポイント制度など、テレワーク対応や、それから地方への移住などの支援策をまとめたという内容になってます。はい、で、具体的にいきますと、これが一番住宅の今回テーマになってくると思いますが、
まずは固定資産税の負担調整を3年間延長しますという内容になっています。これも以前動画でもアップしましたが、本来であれば来年は固定資産税の見直しの年に当たってました。で、その時に当然固定資産税、いわゆる土地のですね、資産価値が上がっていれば固定資産税はアップするんですけども、それら含めて3年間このまま今の現状のまま延長しますということで、今後3年間はこの負担調整が、なりますということで、税制の負担が増えないような形になっています。はい、それから2つ目は、これがまさに皆さん待ち望まれた内容だと思いますが、住宅ローン減税等の特別措置、いわゆる今現状でしたら、住宅ローンを借りた場合の住宅ローン控除、これは、いわゆる借りた額または、皆さんが払っている税金面に対して最大で400万円または長期有料住宅または低炭素認定住宅になると、こちらは10年間が13年間、3年間も延長されるというような特別措置になりますが、こちらが2022年まで延長が決まりました。はい、これも非常に大きいです。これ結構やっぱり私の動画の中でも皆さん気になさってたので、すごく注目される点だと思います。またこちらはですね、詳しくはまた12月10日の、税制会議ですねの方でもまた議論される内容になってますので、また詳細分かりましたらアップしたいと思います。それからもう一つ、これもですね、今もうすでに約5000回の私の動画の中でも再生されてますが、最大100万円分の住宅ポイントということで、当時の名前は住宅購入ポイントってなってましたが、一応ですね、多分これグリーン住宅ポイントっていう名前で決まったんだと思います。グリーン住宅ポイント。でこちらについては、先ほど冒頭でも話したような、ポイント制度になってます。で、ポイント制度としては、例えば省エネ住宅にする費用とかですね、それからテレワークスペースを使う、作る費用、それから地方への移住です。都心部から地方への移住に対しての、そういったところが鑑みたときに、合計最大で100万円分のポイントになるというふうになっています。で、この中身についての細かい詳細は、まだこちらのですね、今回の経済対策の中身、51ページの中には載っていませんでしたので、また詳しくは、出ましたら詳しくお話したいと思います。ただ、この最大100万円のポイントが決まるということになりました。はい、で、もう一つですね、住宅に関連するワードがカテゴリー3にもちょっとあったのでご紹介すると、こちらは防災、それから減災、そして国土強靭化の推進というふうになっています。いわゆる昨今の気候変動ですね、気候変動の影響とか、それから今リスクとしては南海巨大地震ですね、南海トラフ巨大地震のリスクがありますので、これらに対しての対策になっています。で、具体的には南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の見据えた住宅等の耐震化になっています。で、やはりまずは新築のうちの場合は、これもまた改めてきちんとアップしようと思うんですが、耐震という意味でいくと、どういうふうにしたらいいのかというところ、キーワードです。耐震だけでは今ダメっていうふうに言われています。例えば京都大学の竹脇教授がおっしゃっているのは、もう最低基準は耐震等級3レベルにプラスアルファ精神構造っていうのがないとダメですよという話が竹脇教授がおっしゃっています。これまさにすごく大事なポイントなので、これについてはまた改めて動画でアップしていきたいと思います。ですので、今回の対策としては、既存住宅でですね、耐震補強が必要なお家とか、それからもちろん新築に関しての内容になってくるんじゃないかと思うので、これをまた詳しく分かりましたら解説していきたいと思います。以上はですね、今回の経済対策に盛り込まれた内容、51ページの中から住宅に関するキーワードのところ、皆さんにご紹介をさせていただきました。いかがでしょうか。特にやはり固定資産税の負担が増えないという点とですね、それから住宅ローン減税ですね、特別措置13年間が2年間、2022年まで延長されたというところの話題と、そして大きな目玉、最大100万円となるグリーン住宅ポイントですね、グリーン住宅ポイント、この促進創設が話題になってくると思います。まだメディアでもですね、あんま詳しくニュースになっていないと思うので、中身はですね、書いてないんですね。なのでこちらについてはまた分かり次第随時アップしていきたいと思います。ただできるということは決まりました。はい、で、これらについてじゃあいつ始まるのかというと、やはりですね、令和3年の通常国会入ってからですね、こちらの方の内容決まってくるんだと思います。一応もうこういう形にしますよというのは決まりましたが、詳しい内容は実際年明けになってくるのかなというところと、あとはもう一つ、今回12月10日のもう一回ですね、経済対策の会議がありますので、そちらの方でもどういうような取り扱いになるのかというのが分かってくると思いますので、また詳しく分かり次第アップしていきたいと思います。
で、よくあるのがやっぱコメント欄にいつからですか、時期いつからですかってのあるんですが、書いてないんですよ。書いてないんです。なので現状はいつからの時期かっていうのはわからないですが、間違いなく住宅ローン控除は今も進めていただいてもこれは大丈夫です。もう2022年っていうのは決まりましたので、これは安心してください。で、もう一つのグリーン住宅ポイントについてだけちょっとスタート時期が見えないんですね。固定資産税の方の3年延長もこれも決まっているので、これも大丈夫です。なので3つ目のこのグリーン住宅ポイント100万円最大っていうところだけがまだ見えていないので、こちらについては分かり次第すぐアップしたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。私も結構このニュース、あの記事全部、あの資料51ページ全部読みましたが、興奮しましたね。すごく面白かったです。はい。なので、皆さんにすぐお伝えしたいと思いまして、こんな、またここはですね、うちの息子の部屋なんですけども、真っ白で何にもないシンプルな部屋なんですが、こちらからお伝えさせていただきました。また、先ほど通り詳しい内容分かり次第ですね、皆さんにお届けしていきたいと思いますので、楽しみお待ちください。このように店長磯野のウェブ家づくりコンサルティングでは毎日19時にですね、いろんな情報をたくさん配信しています。家づくりのこういった、経済対策についてのお話とかですね、それから補助金のお話、性能のお話、たくさんいろいろしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それから、高評価のいいねやですね、コメント欄の方にもこんな点良かった、こんなことを聞きたいなんてありましたら、ぜひいただけたら嬉しいです。それではまた次回も楽しみにお待ちください。ではまた。